こんにちは。今日は明日ママが会う大好きなお友達のお誕生日のお祝いのお花を買いに行きました。お母さんも、うん、レンも一緒に行くんだよね明日。今ねもう卒園しちゃって暇だから私のその大好きな友達彼も大好きなのでちょっとお邪魔しようかなと思ってます。きなこさんは大の可愛いお花見つかるかな。かっこいい、うん、かっこいいお花見つかる。また食べ物買っちゃったね。パン買ってあるのに無印でカレーセット買いました。はい、じゃあ行こう。いいよ。いいタイム。問題。ここ答え書いちゃダメでしょ。もう答えここに書いたんでしょ。今本の線を描いてるね。本の線描いてるの見えちゃうね。見て本当だ。描いちゃう。問題書いたのとこで これ答えで見てこれ、ね、じゃあプレゼント渡そうね。何これは可愛いね。それにする。じゃあはいお願いします。あ、縦縦になっちゃった。きにあちゃん、ごめんね。よかったんだけど。晴れましたか？うん。晴れた人？はーい。はーい、して。練習中です。はい、どうぞ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。卒業証書みたい。あ、こっち書いちゃった。はい。お誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お祝いしよう。お祝いしようね。ちょっと出た。お歌も歌ってください。ハッピーバースデーとゆー。おめでとう。おはようございます。今日は今からひよこさんの誕生日会と練習を出たんだよね。最初から最後まで通してやる。最初から最後までまた通してやろう。レン君がカードを渡してカイ君がプレゼントを渡すのですね。で、ハッピー。言葉のプレゼントどうぞ。言葉のプレゼント、お父ちゃん、言葉のプレゼントやって、うん、手紙渡して、うん、でガンドリガンドリ渡って計算して計算して前回のあらすじ言って、新しい、うん、あらすじ？何の話？みんなで、うん、みんなで、みんなで、じゃんけん、じゃんけん、ぽいぽいぽい、じゃんけんぽいぽいまで頑張りたいと思います。はい、そろそろ行きましょう。レッツラ、ゴー。練習中です。練習するよ。練習、かいくん、かいくん。カイくん、カイそっちじゃない。はい、はい、じゃあ練習だ。じゃあママきわこさんね。はい、せーの。誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はハッピーバースデー歌うんでしょ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。カイちゃん行かないの？急に帰ってきたんですけど。じゃあお兄ちゃんとだけ行くよ。じゃあね、伝えとくからね。きなこさんのお誕生日会を始めます。お願いします。きなこさん来てる？まだ来てないんじゃないかな。私きなこさんは、うん、きなこさんはキワコさんは早く来て、キワコさんなかなか来ないね。あ、キワコさんね。あ、キワコさん来た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 よ来たよ。ちょっと待って、じゃあここピシッと立って、はい、園児入場。あっちからあっちからあっちから。
プレゼント、プレゼント持ってる、もう持ってる、もう持ってる、重いよ、重いよ、カードからじゃない、戸惑う親子、カードどこ行った、来た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 、ダメダメダメ、はい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 、言って、言葉のプレゼント、はい、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、待って待って、お返ししていい、言葉のプレゼント、お返し、なんでなんで、卒業おめでとうございます、使うかな、なんでそんな、これなんでずっと使いたかったんだよね、なんでずっと使いたかったんだよ、なんかレン君大きくなったじゃん、違う違う、その清子さんへのプレゼントです、荷物も出せたわけじゃないから、ありがとう、パン大好き、ありがとうございます、ちょっとお花のプレゼントがうまくいかなくてすいません、食べ物ばかりになってしまいました、ありがとうございます、ケイケイ、お兄さんになったよ、カイ君はカイ君今ここにいたんです。で一緒に練習してて、本当？帰っていきました。帰っていっちゃった。ごめんね。でこれさ、ひたすら穴に入れるのとか好きじゃない？多分。すごい、もうレン君もよく。いやこれ答えてください。これ大きい、これよろしいですか？開けて。開けてよろしいんですか？あ、問題答えてほしいです。らしいですよ。したすってなんだっけ？三？三？三じゃない？正解は裏側を見てください。2か、分かんなかった、じゃあ見たけど8番はどれですか、12、裏側を見てください、下です、2回目、2回目、16か、蓮くん分かんなかったよ、ごめんね、なんか全然何言ってんのよ蓮くん、まあ、掛け算言っちゃってるよね、これ遅かったかも、3が車に乗せてくれました、ありがとうございます。じゃあさ、誕生日いつだ？え？3月11日。やったもう、分かってんじゃん。この野郎。かしら。何ですか？いいか、いく、よく撮れてるよ。あ、写真撮影ね。今日の誕生日会の段取りを決めていて。あ、今日誕生日会？誕生日会で写真撮影だったみたいです、今。この段取り。あ、今ね、今ね。レイ君これだもんね、レイ君これね、アップルジュースだもんね、これの21から32とか、カイ君は兄ちゃんと遊んでよって入れてあるから、ありがとう、やったー、卒業だから、でも大好きなの私、本当に清子さん大好きなの、マミノがよろしく、トレーナーでお願いします、マミノがよろしく、キワコさんは私がびっくりするほど素敵だと思った、あのまま本当に、あの私がこの子の奈良市保育で幼稚園に行った時にドアを正門を入ろうとしたら、どうぞって言う、内側から開けてくれて、どうぞって言ってくれ、すっごいその時五光が大したから、なんて美しい、こんなハンサムのお母さんいる、すっごい綺麗な、見せたくてしょうがないんだけど、恥ずかしいっていうの、謙虚なんです、ありがとうございます、違う違う、ちょっと待って、それでまだあるの、まだあるの、お母さんとつながれたら嬉しいなと思ってたら、なんとこの年役員で一緒だった、一緒だった、私もびっくり、役員やってよかったって本当に思ったの、こっち側ないの、これ2人住むってそれってすごくない、私の大好きなキワコさん、できた、はい、今16万、キワコさんちょっと時計見たいんですけど、あ、これね、これかわいい、これもうこれないと生きていけなくなった、アップルウォッチか、やっぱりチャリ乗る人はガーミンなんだね、うちのパパチャリ乗ってガーミンがどうしたなんだこうしたって言ってる、早くねもうだよね、もみちゃんどうしよう、相談があるの起きれなくなっちゃった、もみちゃん起きれる、最近私も5時、今日も5時過ぎに起きました、私ね、6時半くらいまで寝ちゃうんですよ、9時に寝て、何それ寝すぎじゃん、日の出とともにさ、朝だイエーって起きてたのに、よかったね、キワコさんに会えて、お母さんが好きなの分かるんだろうね、お母さんが好きなの分かるんだよね、
純に2回2回同じの単純にやっぱ美人好きか。中ぐらいで完璧完璧ありがとう。みーちゃんどんな感じ？ご夫婦の。何としてもすり合わせるっていうのは徹底的に話し合うかも。健康は欲しい。みーちゃんみたいな。また言って。じゃあオープン。なにこれ上手じゃない？これカイ君が書いた。2×2 は？タイ書いたって。タイがキアコさんにプレゼントありがとう。